い、ロックノックスだいぶお楽しみに待ってくださっている皆さん、こんにちは、カプコンの土屋です。そうですね、ロックマンクスシリーズは王道の横スクロールアクションゲームとして、とても幅広い年齢の皆さんから支持をされているんですけれども、そういった皆さんが、まあ、おそらくほとんどの方が持っているであろうスマートフォンでですね、このロックマンクスシリーズの、楽しさに触れていただけないかと思って、昔からのファンだったり、そして新しいこれからのファンの方たちにも提供したいなというふうに考えました。で、もちろんロックマン X シリーズの方であれば、ファンの方であれば、この独特の操作性がスマートフォンで再現できるのかなというのはすごく心配になるとは思うのですけれども、こういった部分に関してはですね、すごく力を入れておりまして、我々としても例えば自動ロックオンであったり、オート連射みたいな機能を搭載することで、例えばロックマン X のアクションの特徴であるダッシュですとか壁蹴りみたいなところも自分の操作で存分に味わってもらえるようなチューニングにはとても力を入れてます。で、もちろん開発チームのスタッフはこのテスト中期間もですね、より良い操作性を求めて、本当に日々日々アップグレードをさせていってますので、そこら辺は皆さんのご意見もいただきながらチューニングを進めていきます。で、もちろんその今週までね、体験したあの操作がやっぱりやりたいなっていう人もいると思うんですけれども、操作の設定を変えることでよりオリジナルに近いような操作ゲームを用意していきたいなというふうに感じています。まず今回のロックマン X ダイブではですね、ストーリー的にはナンバリングの本編の続きではなくてですね、ディープログと呼ばれるこれまでの X シリーズのゲームのデータが保存されているという電脳世界が舞台になります。で、プレイヤーさんが操作するキャラクターについても、X 本人というわけではないんですが、ゲームのデータから具現化されたハンタープログラムがゲームの中にですね、発生したイレギュラーに立ち向かっていくというストーリーになっています。で、それがあることによってシリーズ本編ではありえなかったようなことがダイブの世界では実現できるんじゃないかなというふうに考えています。例えばゼロとババが、協力して敵に挑んでいく、こういうことは本編のストーリーでは、まあ、ありえなかったシチュエーションだと思うんですけれども、これまでプレイアブルとして登場できなかったキャラクターだとも操作できたりとか、こういうイフの世界といいますか、まさかの展開っていうのが生み出せるっていうのが、ロックマン X ダイブの世界観における最大の特徴かなと思ってます。で、加えてタイトルのアナウンスの時にすごく好みのキャラクターが出て嬉しいねっていう意見もたくさんいただいたんですけれども、コマンドミッションから、マリネ、シナモン、そしてコマンドミッション版 X も、今後登場するということで、今後たくさんのね、ロックマン X シリーズのキャラクターが続々と登場する予定ですので、本編とはまた違った遊び方として、X シリーズファンの方々や、もちろん初めての方々でも楽しんでいただけるような設定っていうのが用意されています。シリーズをプレイ経験のある方だったら X と0で同時に出撃してみたいっていうふうなね、想像を膨らませた経験っていうのがあるのじゃないかなと思います。そういった本編ではありえなかったような状況っていうのが電脳世界が舞台だからこそできる要素として実現しています。で、今回のロックマン X ダイブの舞台であるディープログではゲームとして過去の出来事に干渉することのできる世界観になっていますので、例えばシリーズファンの皆さんが想像した夢の展開にダイブのゲーム体験の中では出会えるのかもしれません。ゲームとしても共闘プレイだったり PVP という要素は非常に力を入れておりまして、ユーザーさん同士の交流だったり切磋琢磨してより勝ち抜いていこうといった、そういった前提のモードになっておりますので、本編とは異なる新しい遊びを体感していただけるというのが最大の特徴の一つだと思ってます。
もちろんアクション要素はそのままですから、手応えのある X のアクションの上にその共闘や PVP が実現されるというところを皆さん楽しみに待っていただければと思います。そうですね、ホクマ X ダイブではシリーズの本編とは異なる電脳世界の上でのお話っていうことですので、本編ではありえなかったもしもの遊びを実現できるっていうのがポイントだと思ってます。もしもババがセイガーを装備したらどんな戦いするんだろうですか、もしも X がもうマシンガン主体で戦ったらどうなるんだろうみたいなね、そういうところは X ダイブだからこそできたことだと思ってます。また使用できるキャラクターや武器も多数登場しますので、当然この組み合わせですよね、これがもうものすごい種類のバリエーションを生み出すっていうところも攻略を考える楽しみ、お客さんがどういうセッティングで行ったらいいんだろうっていうところもね、戦略的な遊びっていうのもできるんじゃないかなと思ってます。そうですね、本当に魅力的なキャラクターばかりなんですけれども、設定やストーリー的な立ち位置とか、そのアクションゲームプレイヤーとしての遊び応え、この両面からやはりね、やっぱりそれって言われるんですけど、やはりゼロが最も好きなキャラクターですね。当然世界観の中で大きな魅力をもたらしているキーキャラクターだからっていうのもあるんですけれども、その当然プレイのね遊び応えっていったところで言うと、本当に初代1から登場してきてますけれども、4で実際に遊べるようになった時にセイバー主体で戦う、もう X と全く違うゲーム性で登場したっていうところで、皆さん鮮烈なイメージがあったと思うんですけれども、やはりそういうところ華のあるアクションができるプレイヤーっていう意味でもすごく魅力的ですし、あと個人的にすごく好きなのが名前なんですね。このゼロっていう名前、数字で言うとゼロ、始まりを暗示する部分と、ゼロアルファベットで書くと Z で始まる、要はアルファベットの一番最後の文字ということで、数字として見たら始まりを暗示してそうで、アルファベットで見ると終わりを暗示してそうっていうのが、この何かこの何でしょうね、この思惑ありげない、曰くありげなこの名前っていうところにも、なんかこうね、ストーリー的な今後どうなっていくんだろう、どういう役割を果たしていくんだろうっていうところに何かがあるんじゃないのかなって感じさせるようなところ、僕もその初代から開発チームでは参加してなかったんですけど、ずっとスタッフたちは仲良くて、いろんなこう開発途中から話を聞いてたんですけど、その頃からとても強い魅力を放っていたキャラクターだったので、僕は個人的にずっと開発途中から一人で数字の0とアルファベットの Z だみたいなのを一人でモヤモヤ考えながら、勝手にどんどん好きになっていってました。はい、今回のロックマン X ダイブではですね、ロックマン X シリーズの新たな派生作品となっております。しかしながら原作で登場したキャラクターやステージ、 BGM などが、そのまま登場するだけではなくて、イラストでしたら今回はイラストだけでなく 3D モデルも、今回カプコンデザイン室の、水野圭介による監修ががっちりと入ってますので、そういった新規制作に力入れていますし、古くからのシリーズファンの方にも喜んでいただけるような要素がたくさん用意されていると思っています。もちろんロックマン X ダイブからロックマン X を初めて知ったというようなね、もう本当に初めましてのプレイヤーの皆様にも受け入れていただけるようなゲームの内容にきっちりと仕上がっていると思っています。ロックマン X シリーズがこれまでにずっとこう築いてきた、イメージやブランドっていうものに対して、ナンバリングの本編シリーズとは異なる、これもまた一つのロックマン X のシリーズ作品なんだと自信を持って言えるように、スタッフ一同創意工夫を行って開発をずっと続けています。今までのロックマン X シリーズになかった新感覚のゲーム体験を提供するっていうところをとても大事に、開発チーム一同、開発を継続中です。正式な配信までお待たせしてしまいますけれども、皆さんどうぞご期待して待っていてください。よろしくお願いします。